Fuji Rock Festival Live on YouTube。 続きましてはデイグローの皆さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今絶賛ツアー中、ね、そうですね、始まったばっかぐらいですか、はい、そうですね、先週始まって今2本終わったばっかりって感じなんで、はい、本当今始まったばっかりって感じです、ね、そのツアーの中にフジロックがあるっていうこのタイミングってどうですか。そうですね、もう気持ち的には割とツアーの中っちゃ中なんですけど、うん、まあでもフジロックぐらいになるとさすがに自分たちとしては別枠でまたちょっと気持ち入れ替えてっていう感じもあるので、うん、いい感じのカンフル剤というか、なればいいなって感じです。ちょっと時間あるときに今回会場をちょっとメンバーたちと一緒に歩けたりとか他のバンドたち見ること、そういう時間とかありました？多分 今まだ今日着いて、うん、僕は個人的に一人でアトミックカフェ沖縄の問題とか話す場所でトークショー一緒に参加させてもらったりしたんですけど、その直後にちょうど近くのステージでキングギザード&リザードウィザードをやってたんで、どうでした、どうでした？めちゃめちゃ良かった。最前まで行って募集してきました。先ほどそういう時にアーティストのみんなも最善に行きたくなっちゃうんだなっていう気持ちはやっぱりありますよね、はい、そうですね、まあ、バンドによりますけど、うん、見たいバンドだったら割と近いところで見たらやっぱ楽しいし、皆さんとお話ししたいのが、はい、日本で始まったのが2012年ぐらいでしたっけ、バンドの結成自体は。僕らが始まったのはそうですね、はい、2012年ぐらい、そんくらいで、そこから、ちょっとアジアを回る時間もあれば、今はみんなはベースはイギリスになってるんですか？そうですね、この1年、うん、先月ぐらいまでずっとイギリスのトッテナムという町に住んでたんですけど。トッテナムに住んでたんですか？はい、自分たち4人で、はい、シェアハウスみたいな感じで住んでて、ただちょうどその1年の契約で家切れるタイミングと、うん、7月からツアーが始まるタイミングが重なったんで、 とりあえず一旦家はけて、でツアーを今集中してやって、ってその後またそのツアーが落ち着いてきたらどうするか考えるみたいな感じで、もともとその海外にバンドごとみんなで行って活動する、ベースを向こうに持つっていうのはそれなりのリスクがあると思うんですけども、なぜそもそもまあ世界の中でもまあ音楽的インフルエンスがあるかもしれないけどイギリスっていうところに決めたんですか？そうですね、これは結構なんかみんなで話したりもしたんですけど、もともとはそのイギリス行くよりも前にアメリカで LA とニューヨークとそれぞれ何ヶ月か過ごして、あでそっちも結構過ごしてたんだ。そうですね、ちょっと回ってくれるんですよ、普通に過ごして2、3年前、そうですね、アメリカ でレコーディングしたりとかライブしたりして、はい、っていうのもその時もともとイギリスも行きたいって話してたんですけど、うん、当時ちょっとロックがあんまり元気なさそうだったっていうのと、うん、まあ、逆にアメリカですごい面白いことが起きてそうだったので、まあ、LA のバーガーレコーズの周りだったりとか、まあ、ニューヨークだったらキャプチャードトラックスの流れとか、なんで先アメリカ見てみようって話になってアメリカ見て、ただその流れで結局自分たちが参考にしてきた音楽は同じぐらいイギリスの音楽も参考にしてきてるし、あとイギリスのそのまあイングランドとかロンドンのシーンとかからも新しいバンドどんどん出てきてる感じがあったので、一旦ちょっと見てみたいなって話をして、でツアーでもなかったかな、単発かなんかでライブしに行った時にまあそういう話とかを聞いたりとか現地の様子見て、まあ音楽だけじゃなくて人柄とか街の様子とかも結構東京に近いって言ったらあれなんですけど、アメリカと比べたら割とスムーズに入っていける感じだったので、ロンドンも面白いかなって話になって、その生活っていうのは4人一緒で同じ空間に、まあ、共同生活として、そうですね、リビングなしどうでしたイギリスのあの生活っていうのは、どうでした、ね、皆さんお話ぜひ。楽しかったですよ、めっちゃ楽しかったです。楽しかったですか？ダブルデッカーバス乗って、それ毎日じゃあどういう、まあ、みんな一緒に音楽作ったりとか、ね、向こうでもスタジオ入る機会もそうです、ね、お世話あったりしたと思うんですけども、はい、イギリスの日常とどういうふうになんかブレンドできたのかなって、自分たちの活動ってことですか？そうですね、そう簡単にあのパターンが決まったような生活ができないじゃないですか、どんな国でも。結構なんだかんだイギリス人って思った以上に物事を結構ストレートに言うのか、もしくはあんまり言わないのかとか、どうでした？人としてイギリス人と触れるっていうのは、やっぱり日本と海外って比べていつも話しがちだと思うんですけど、うん、イギリスにでいろいろ世界を見てみると、イギリスから見る世界って結構すごくまた違った視点があって、はいはいはい、例えばアフリカとかって日本からだとすごいもう世界の反対側ぐらいじゃないですか、うん、文化的にもそうだし距離的にも。ただイギリスに行くとアフリカがすごく近く感じて、逆にアジアがすごく遠いし、うん、まあでもとはいえ中国人の方とか日本人の方もそれこそ結構いたりして、うん、本当にこう人種のるつぼと
った感じの本当そうです様子だったんですよ、ロンドンも、うん、で、まあ、実際住んでみるとアメリカの方がどっちかっていうとタイプか人のタイプが違うなって人が多くて、どちらかといえばツアー回った時に感じた印象だと、中国に行った時に中国の街の雰囲気とか人の振る舞いとかから感じた感じの方がアメリカに近くて、イギリスで過ごしている時の感覚の方がどっちかというと日本に近い感じで、まあ、それがいいとか悪いではないんですけど、そういう意味で言うとイギリス人と話したり、まあ、イギリス人と付き合っていく中で割とスムーズにむしろこの人の距離感の取り方だったりとか、まあ、なんか伝統と、まあ、今っぽさのこう融合された街の感じとか、意外と結構分かりやすかったですか。まあ、自分がやっぱ好きな音楽があって、まあ、それ経由でいろんな文化知ってたっていうのもあると思うんですけど、はい、そこまでなんかこうカルチャーショックみたいな、なんかそこまではなかったですね。なんか知り合いの向こうのミュージシャンの話を聞くと、はい、結構なんだかんだパフォーマンスライブやるとかにもお客さんの反応が結構露骨というか結構、はい、分かりやすい、好きだったらめちゃくちゃ好きになってくれるし、しかもそれは別に例えば、ね、こういうご時世なわけだし、アジア人たちがロックやってても別にそんな偏見なく見てくる人は逆にいないと。ただし、まあ、合わなかったらすぐ苦言を呈するっていうよりは結構思ったことすぐ出す、それが例えばパブであろうと、パブのライブであろうと、普通にライブハウスであろうと、結構分かりやすい反応がイギリス人から来るって聞いたりしたことあるんですけど、はい、それも皆さんどうですか、実感したりとかは。結構なんか瓶投げられるみたいな話よく聞いたりしたんで、それ結構ビビってたんですけど、はいはいはい、でも案外そこまでなんかどっちな感じもなくて、多分ロンドンもすごいいい、なんかエリアが面白いって今まで言われたところがどんどん高くなってきて、割とこう品のいい感じになってきてると思うんですよね。まあ、それがまた今度はさらに治安悪いエリアにアーティストが移ったりして、それぞれの地域でまた違う感じでのことが起きてると思うんですけど、はいはいはい、だからまあ多分今面白いって言われてるサウスロンドンの方に行ったら、もう少しこうお客さんも荒ぶった人がもしかしたら多いのかもしれないですし、今面白いのがサウスロンドンなんですか。サウスが面白いって言われてて、ちょっと前はなんかイーストが一番面白かった、ね、ブリックレーンとかのあたりとかあったのが、そうですね、今サウスなんですね。そうですね、未だにイーストで遊んだりもするんですけど、新しいものが起きてるっていう意味で言うとイーストロンドンとかよりはサウスの方が新しいアーティストがどんどん出てきてて、まあ、キングクルールってアーティストをはじめ、まあ、コズマパイクって人とかビューマブルーって子とか、もうみんな同じようなパブで未だに遊んでたりするみたいで、話を聞くとみんな飯とかどうしてたんですか。向こうで作る機会とかもそれあったんじゃないですか、4人で。そうですね、割と個人プレイで、この人は担当者あもう結構個人プレイ割と、はい、へえ。向こうにね、すごい便利なそのコンビニっていう存在があまりないし、僕も半分まあ、親父がイギリス人ですけれども、うん、やっぱその向こうの そのコンビニ あのクオリティというものがね、そこまで期待しなくていいと思う。逆にみんながもうこんなにイギリスっていや美味しくないんだよって言われながら、意外と言ってみると全然うまいじゃないかよっていう発見の方が、ね、思ったよりというか、多分その本当にまずかった時代っていうのは、うん、多分どっかで終わった変わってきて、本当美味しいものを作れる移民の人とかどんどん入ってきて、うん、でそれに感化されてまたイギリス人の人がまた影響を受けて新しいものを作って多分やって、うん、1回か2回だけありえない味食べましたけど、おっと出てきましたか。本当にそれぐらいでした、逆に言えば。ね、たまにあるんだよね、味のしない空心菜を食べましたけど、ね、創作中華みたいな。そっか、でもどうですか、皆さんもイギリス1年振り返ってみて、なんか自分にとってちょっと忘れられない経験だったりとか、自分にとって、次のなんかレベルに行きたいとか、新しい人生の扉を開けるようなその感覚になれたりとかしたのかな。みんなはいかがですか、皆さんとかは。割と日常っちゃ日常な感じも日常したかもしれないですね。そんなガラッと変わったっていう感じはそんななかったかもしれないです、ね。でもあの1年をイギリスで経験して、それ日本に帰ってくるとまた日本が違う風に見えたりとかしませんでした。あでもまあイギリス1年いたからっていうよりは、その僕らはちょくちょく3ヶ月とかそういう単位で海外行ったりはしたんで、はいはい、なんかその度その度で帰ってくると、その1週間ぐらいは日本がちょっと新鮮な感じに思えたりはするんですけど、ね、そのお客さんとのアーティストとしてのインタラクションっていうものはまたちょっと違うような形になると思うんですけど、まあ、今回 あのフジロックのライブっていうものはどういうものを我々音楽ラバーたちは期待できますか。精一杯楽しんでほしいです。楽しみだでもそうですね、なんかさっきもキングギザードのライブ見に行った時とか、はい、結構こうみんなこうなんかめっちゃ盛り上がりたいってふつうつしてるエリアがすごい大きく感じして、はいはいはい、で最終的にかなり最後の方の曲でサークルモッシュみたいなのが
モシピタが生まれた時にその途端にガーって入ってたんですけど、そのなんか盛り上がりたいっていうのが早めにこう着火するといいなっていうのを見てるとなんか思いましたね。ですよね。でも本当富士って何があるか分からないっていうのが、でもなんかそういうなんか荒々しさみたいな、こうエネルギーみたいな結構どのステージもあると思うので、なんか僕らのステージとか特になんかあんま何も考えずに好きなように見てもらえたらいいかなっていうふうに思います、ね、どんな化学反応が生まれるのか楽しみに。そうですね、うちのマネージャーがはい、もうシュピッと突っ込むって言ってたんで全世界で確認していただけたらちょっとそれマジで面白いんですけども、はい、全世界のライブでも実はマネージャーがもうシュピッと作ってるかもしれないっていう、僕も後で配信確認します。へえ、ちょっと細かく見ちゃいますよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみです。